しほろ高校志ラジオ。しほろ高校志ラジオ、今日はですね、東北海道意見発表大会を終えて、なんと受賞をされたお二人にご出演いただきます。それではちょっとご出演される方のお名前をお願いいたしましょう。木村龍之介です。木村萌です。いつもご出演ありがとうございます。大会結果いかがだったのか、じゃあどちらからいきますか。はい、分野2類の優秀賞です。おめでとうございます。分野3類の最優秀賞です。最優秀賞ということは1番ということでしょうか。はい、おめでとうございます。まあね、マイク持ったらもう拍手するとボコボコボコって音が入ってしまうのでなかなかできなかったんですけれども、じゃあこう今回の大会に参加してみて、いかがでしたでしょうか。じゃあ龍之介さんから。はい、会場が他の会場よりも小さかったのであまり緊張しませんでした。あ、1類2類3類で会場が違ったんですね。はい、2類だけ別で1類と3類は同じ会場で。あ、そうだったんですね。ちょっとちっちゃい、表情で、緊張しなかったということですが、萌さんいかがですか。午後からの発表 でなんか3類は会場も広かったし人もいっぱいいたのでめちゃめちゃ緊張しました。その中でベストパフォーマンスを発揮されたということで。練習でこれつらかったなとかこれ難しかったなっていうのはありますでしょうか。はい、原稿を暗記することです。やっぱりこう暗記が大事になってくるっていう部分はあったんだと思うんですが、どれくらい時間かかりました。その当日の前日のその夜までかかって暗記はできました。それそのままできましたか。当日落ち着いてできました。力強いお答えありがとうございます。萌さんいかがでしたか。セリフのところとか感情を込めて読むのがめちゃめちゃ難しくてそこが苦戦しました。担当の先生からはこう何か言われたこととかありましたか。全部セリフが萌になっちゃってるからそこをもう違う人になるように頑張ってって言われました。練習の成果が最優秀賞につながったということで、じゃあお二人はこの後全道大会に駒を進めることになったというそうですが、全道大会に向けてのでは意気込みをいただけますでしょうか。はい、今回の大会よりも早い段階で暗記をして全道大会で1位を取って全国に行くことです。これは1類2類3類1人ずつ行けるんですか。はい、じゃあお姉さんと類が被ってないのでもしかしたらダブルでいけるかもしれない、楽しみですね。では萌さんいかがでしょうか。最後の意見発表大会で東まで来れたので全道では最優秀取って全国まで行きたいです。2人とも目標を高く設定していらっしゃいます。私も結果が楽しみです。ということでしほろ高校志ラジオ、今回は東北海道意見発表大会で受賞されました木村萌さんと龍之介さんにご出演いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。